まあ、東海学園高校のサッカーの特徴といえば、まあ、基本的に今一番大事にしているのは、まあ、とにかくサッカーが本当に大好きだということ、まあ、そういう選手の集団にしたいというところで、この数年、本当にボールが好きな子たちが非常に集まってきまして、そういったところで言えば主体的にサッカーをやっているというところで、かなりそこが浸透してきました。まあ、とにかくサッカーが好きであれば、やはりそのボールは絶対に奪われないものだとか、ボールを奪われてもボールを奪い返すものなんだという、そういう基本的なところというのがやっぱり優れた選手が集まると思いまして、まあ、非常に今のサッカーが近代的に進んでまして、フィジカルの高いチームもあれば、一人のスターに頼るチームもあれば、まあ、いろんなスタイルがあると思うんですけど、東海学園のサッカーとしては、その、まあ、身体能力とか一人のスターに頼るわけではなくて、とにかくひたむきに真剣にボールを追いかける選手、そのボールを追いかけることとか、ボールを奪いに行くこととか、奪われたら奪いに返しに行くということとか、そういったことにストレスがない選手、要はもうサッカーの本当の基本であるということが、まあ、当たり前に、行える選手というのが一番望まれる選手であると思ってますので、そういったところで言えば、非常に今、去年の3年生の選手、その前の選手ぐらいからですね、非常にいい選手が集まりまして、そのサッカーのスタイルというのは構築されてきていると思います。何でしたっけ、目標、ルーキーリーグの目標。目標はですね、まあ、もちろんその本当に勝つことということに対して前向きに取り組むというのは、それは当たり前のことでありますけれども、まあ、とにかく主体的にサッカーをやるというところで、自分の意思でピッチの中で戦えるかどうかというところ、まあ、それがそのピッチの中で11人が主体的にサッカーを自主的にやれれば、おのずと見てる人にも魅力のあるサッカーに移るだろうし、もちろんその結果にもつながっていくと思いますので、とにかく一人一人が、自分から自ら判断をして、勝利のために貢献できるっていう、そういう考え方を持ってですね、戦えれば。